ネル・ホール・ホップマンは、オーストラリア・シドニー氏、空気出身の女子テニス選手。本名は、エレノア・メアリー・ホール・ホップマンと言い,い、ネルは、彼女の愛称である。ハリー・ホップマンの妻として、夫婦ペアの混合ダブルスで活躍したのみならず、自らも優れたテニス教育者であり、ビクトリア・ローオンテニス協会の顧問として、オーストラリアの若手女子選手の育成に尽力した。エリナ・メアリー・ホールは、 故郷のランドウィックにあるクラレモント大学でテニスと音楽に優れた才能を発揮した。学生時代から勤勉さを育み毎日6時間ピアノの練習に励んだ彼女は1928年にロンドン王立音楽大学の教員免許状を取得したが職業としてテニス選手の道を選んだ。1930年の全豪選手権混合ダブルスでホールは ハリー・ホップマンと出会い、二人はジャック・クルフォードマージョリー・コックス組を破って初優勝した。四年後の1934年3月19日、ネル・ホールとハリー・ホップマンは結婚式を挙げ、彼女は二つの性を併用して、ネル・ホール・ホップマンと名乗るようになった。音楽はその後も彼女の人生に欠かせないくつろぎと喜びをもたらすものであった。結婚の翌年、 1935年に、ネルとハリーは、ウィンブルドン選手権の混合ダブルスで決勝に進出した。二人はこの決勝戦で、地元イギリスのフレッド・ペリードロシーラウンド組に5から7、6から4、2から6で敗れた。それから、二人は、全豪選手権の混合ダブルスで1936年、1938年、1939年に優勝し、 夫婦ペアとして3つの優勝を加えた。4度目の混合ダブルス優勝を決めた1939年の全豪選手権で、ネルは初めて女子シングルス決勝に進出したが、ここではエミリー・ウェスタコットに1から6、2から6で完敗してしまう。自らの選手経歴を築く傍ら、ネル・ホップマンは1938年に、 オーストラリア女子選手による海外遠征チームのキャプテンを務め9ヶ月間にわたってヨーロッパ、イギリス、アメリカを遠征した。オーストラリアローオンテニス協会が女子選手のための海外遠征を支援し始めたのはこれが2度目だった。当時は女子選手のための国際的なテニス団体戦がなくオーストラリアの女子選手たちは海外に出るチャンスが限られていた。 その後まもなく、第二次世界大戦が勃発し、テニス競技大会も戦争のため開催中止を余儀なくされる。ホップマンは戦時中、赤十字社のボランティアやイギリス軍の秘書の仕事をした。終戦後の1947年、ネルホール・ホップマンは全豪選手権で8年ぶり2度目の女子シングルス決勝進出を決めたが、今度はナンシー・ウィンボルトンに3から6、 2から6で敗れ、この部門では2度目の準優勝に終わった。女子でもオーストラリア勢と海外選手の対戦機会を増やしたいと願い、ホップマンはオーストラリアローオンテニス協会に説得を続ける。1949年と1950年の全豪選手権ではアメリカ女子のトップ選手であったドリス・ハートとルイーズ・ブラフの全豪出場を実現させた。 1952年から1953年にかけてはモーリーン・コノリーをオーストラリアに招待した。コノリーは1953年の全豪選手権で初優勝を飾り、女子選手初の年間グランドスラムへの第一歩を踏み出した。ホップマン夫妻とコノリーは親しい間柄になり、ネルとコノリーは1954年の全仏選手権、女子ダブルスで優勝した。 1960年代に入ると、若手の女子選手たちはより自由な海外遠征を求めるようになり、個人戦よりもチーム団体戦を重視してきたホップマンと意見の対立が多くなった。この点は、オーストラリア人名時点では、ホップマン夫妻に子供がなく、ネルは若手選手たちが教育者やコーチ、チーム監督に期待する事柄の変化を理解できなかったと述べられている。 ようやく1963年に女子テニス国別対抗戦フェデレーションカップが創設されオーストラリアは第3回大会の1965年に初優勝を遂げたホップマンは1965年に女性として初めてビクトリアローオンテニス協会の就寝会員に選ばれたがその直後から激しい頭痛に悩まされるようになり1966年に 脳腫瘍の手術を受けた。1968年1月10日、夫のハリーがまだ、デビスカップ監督を務めていた間に、ネルホール・ホップマンは、頭蓋内腫瘍のため58歳で死去した。オーストラリア人名事典。ありがとうございます。